前回のシリーズ、いや前回のシリーズさ、ガチのマジで神だったよね、よく考えたら。いや、ラブライブ、俺ね、あの時まだね、ラブライブ見てなかったの。だからラブライブコラボの重要性をね、あんまり分かってなくて、いや、くそ、あの時見てたらな、もう一回やってほしい。ラブライブ復刻、もう一回やってくれないかな、復刻版で。今回のシリーズは、何もない、コラボのやつではなく、ノーマルの、あのグラブルのキャラたちがたくさん、いや、欲しいのが、キャタリナさんが、カタリナさん、もうこれ、もうマストゲット。もう映ってるけど、ここにマストゲット。そしてね、俺の大好きなナルミヤちゃんがね、いるという、このナルミヤちゃんも絶対にゲット。あと、ビーラも欲しいね、ビーラも。で、横見る限りは、あと、ジークフリートもな、好きだから、ジークフリートもゲットしたいけど、まあ、こんな感じになっておりますと。ラインナップは全部で、ね、28種。だから、おそらく、あの、ワンボックス20入ってるから、まあ、おそらくというか、絶対コンプはできると思うので、早速開封して、まあ、パッケージ見てみようか、パッケージ。いや、あと、何いるんだろうね、28、お、待って待って。オクトーじゃん、オクトー。お、10点種。待って、エッセルいる。エッセル超欲しい。うわ、マジでか。エッセル、待って、エッセル単体でいいのかな、これ。あ、ナルメちゃんがいるね、カード。ナルメちゃんがいて。エッセル単体でめっちゃ欲しいんだけど。エッセル、あとな、ヒヒイロカネがあれば、もう、ゲットできんのに、加入できんのにな。いやー、マジかわいい、エッセル。よっしゃ、もうカードで先にゲットできるな。あ、書いてあるぞ。ゼータいる。あ、ゾーイもいいんじゃん。やった、ゾーイ最高に可愛いんだよな。クビラいるかな、クビラ。クビラはいないか。特に何も書いてないから、下にも何も書いてないから、シークレットとかはないのか。シークレットとかあったらな、あの、ワクワク感が増すんだけど。で、種類はね、キャラクターカードが22種と、ビジュアルカード4種に分かれてる。あと、イベントカードっていうのも2種あるね。いや、シークレットもあればな、もっと楽しかったのにな。まあ、ラインナップはこんな感じになっておりますと。で、パッケージがね、もう1種類あった。パケはこの2種で、このエッセルがすごく気になる単体あるかどうか。でもね、多分ないと思うんでね、ここ、キャラクターカードにはないから、まあでもビジュアルとかで単体でめっちゃ嫌いさ、ビジュアルのめっちゃ、ビジュアルってどんなカードなんだろう。イベントカードってこの2種だと思う。あの、この全員集合の多分この2種のデザインのやつがイベントカード。まあ2種だしね、ちょうど。だからそうだと思うんだけど。だから単体でグリアとかもいたらすげえ。いや、グリア可愛いよなぁ。これ美女カードランキングトップ3ぐらい入りそうな気がする。まあ、ゲットしてみないとわかんないけど、デザインとかの総合点で決めるから、今まで俺がゲットしてきた美女カードランキング、もうカードの中でね、ナンバーワンがずっと羽衣ギツネなんだよね。もうデザインからキャラ設定からもうカードのデザインも全て、もうひっくるめてナンバーワンの羽衣ギツネを超える美女カードを待ってるんだけど、今回出るかもな、それを超える。まあ、殿堂入りはブルースキンガールばっかなんだけどさ、まあ、羽衣ギツネをちょっと超えるか、まあ、エッセルだったら超えるかもしれん。いや、もうわからんよ、これは。もう見てみるまでわからんよ、これ。それでは早速、開封していこうかな。っていうか、これ前のと種類違うか。あの、ウェアースの感じ違うもんね。なんか、ツインウェアースでさ、前回のやつ、あの、グラブルと、あの、ラブライブのコラボのやつ。あのウェアースすっげえうまかったんだよ。パックの中にパックで入ってたやつ。これ多分パックの中に直で入ってるから、種類が全然違う。パッケージも違うしね。あの、大きさとか。よく考えたら。バニラクリーム味ウェアースだから、いつものドラゴンボールウェアースとかと同じ感じのウェアースだわ。そっか、前回のと違うのか。なんかね、大きさ違うなと思ったんだよね。そっか、そういうこと。そして、記念すべき。ワンパッキーミア、さっと。ルリアちゃん来たね。めっちゃ可愛いな、おい。やった、一発目からルリ、つうか、カードいいね。カードめっちゃいいじゃん。いいか、あ、裏にデータ書いてある。ヒューマン152センチ、お歌、散歩、カタリーナと主人公、俺か。ほほほ、俺か。やべえ、めっちゃ嬉しいんだけど。マジでこれさ、このクオリティで、あの、前回のと違くても、これ、あ、このシリーズでもいいからさ、なんでもいいから、とりあえずグラブルとラブライブ、つうかさ、あの、バンドリコラボもやってほしくない。あの、ランちゃん見たいんだけど、グラブルランちゃん。いや、でもバンド的にはハロハピがね、一番好きなんだけど、ランちゃんめっちゃ欲しいな、カード。グラブルとのコラボで。グラブル絵になってるランちゃんがすごく見たい。めっちゃ欲しい。さ、ガウェインじゃねえか。さ、すげえ。カードデザイン超かっけえじゃん。わ、これパーシバルとかすげえ楽しみになってきたな。ガウェイン。いいじゃん、いいじゃん。あ、カードデザイン最高じゃないですか、カードデザインが。ちょっと待って、これ、ナルミアちゃんとかし、いや、エッセレ、絶対これイベントカードの2種のうちの、絶対イベント、あ、待って、イベントカードと、ビジュアルかな。ちょっとそこの種類がユースって、さ、3枚目。イケメンっすな。これ前のカードでもゲットしたよな。ユースです。エルーン、186センチ。よし、どんどん行こう、どんどん行こう。頼むぜ、これコンプさせてくれよ。マジ頼むぜ。マジ怖いな。ま、でも種類的、うおぉ、シャルだ、シャル。
シャルロット、アルルメイヤ、ナルミ、いや可愛い、もう何この可愛い三人衆、可愛い三人衆、もうアルルメイヤ、でもこの中だとやっぱナルミアが一番好きかな。ナルミア可愛いもんな、耳最高、すげえ、めっちゃいいね。あ、後ろ何も書いてない、何も書いてなくてこの全体像が映ってるね。めっちゃ可愛いカードだ。これビジュアルじゃねえかな、これ多分ビジュアルだよね、多分ビジュアル、おそらくビジュアルカードだと、ちょっとわからん、ビジュアルカード1枚目だと思うんだけど、いや待って、これ種類、ちょっと待ってよ、書いてないからさ、あ、ビーラ、いや待てよ、これキャラクターカードかな、ちょっと待ってよ、書いてないんだよね、ビジュアルとかさ、ナンバー26、ナンバーしか書いてない、ナンバー26、あ、でも番号でわかるか、26だから、もう最後の方のやつ。でもさ、これ普通に考えて22番目までが、あの、キャラクターカードで、23、24がイベント。で、25から下が、あ、上か、上のカードが25から26、27、28が、ビジュアルカードということですね。そういうことだよね。いや、そうだよね。絶対普通に考えてそうだよな。番号とか。で考える。番号で考えるとそうだよね。下は、サンダルフォン、イケメン。めっちゃイケメン。サンダルフォン。もうま、あの、つうかカードデザインがほんと想像以上にいいな、これ。めっちゃかっけ、裏にさ、データ書いてあるのもいいよね、これ。今のところはまだ被りなしと。まあ、序盤だからな。ワンボックスで何枚被るかだな。後半被りそうだけど、ワンボックスの後半で。すごく被りそう。主人公、ザン。背景がルリアと繋がると思ったんだけど、これ繋がってるかな？繋がってないか？繋がると思ったんだけど、繋がんないか？なんか繋がる感じしたんだよね。繋がんなかったわ。背景2が雲の形同じだもんな。よく考えたら。あ、雲同じじゃんか、これ。背景同じだ。背景、あ、違うわ。ちょっと、え、待って、上めっちゃ似てるけど。主人公のバックはストーリーが書いてある。ストーリー、ナンバーワンのカード。ジータちゃんもね、可愛いからね、すごく楽しい。もうジータちゃんのいろんなさ、あの、コスチュームが楽しめるのも、このゲームの楽しみだよね。いろんな。俺、やっぱレスラーが一番熱いかな。もうちょっとね、あの、レインボーミカみたいにむっちりしてたら最高なんだけど、ゾーイ来た！やった！めっちゃ欲しかった、ゾーイ。うわ、やべえ、これ待って、美女カードコレクションのランキング入るわ。めっちゃ美女や。このカードクオリティのゾーイとクビラを並べるという、やばいな、2枚で、ちょっと羽衣キツネ超えるかもしれん。2枚ワンセットで。いや、これクビラ出てほしいな。まあ、次回あたり出るかな。すげえ、あとコラボもやって、コラボのさ、やつどんどんやってほしいな。あと、プリキュラとのコラボとかもあったじゃん。それもやってほしいな。すげえ、おぉ、カリオス！カリオストロ、かわいいな。めちゃめちゃ可愛い。女の子カードやっぱ全部可愛いね。おそらくね、もうそろ被るんじゃないかなと予想。おそらくもうそろ。もうそろ1枚くらい被るんじゃねえかな。なんかすごい被りそうな感じが。なるみはこの箱で、お !10 天守来た、エッセルがいる。これ絶対23か24番だと思う。28全然違った、ごめん。もうマジか。すげえでけえな、奥斗。やべえな。後ろに、一番後ろにすごいでけえやつがいる、奥と。やった、これいいね、デザインめっちゃかっけえわ。エッセルもっとアップだったらよかったけど、エッセルかわいいよな。エッセル、やった、エッセルのカード、ビジョンカード、人生初ゲット、よし。まあ、次回あたりエッセル単体でも来てくれるだろうと予想。さっ、ゼタ来ました、超かわいい、めっちゃかわいいな、ゼタ。ゼタゲット降臨伝。18番か。ベアは18番だから。いやー、次、この次に出たら熱いんだけどな。ベア来い、ベア、18。18番来い、18番。いや、めっちゃいいなー。カードデザイン超気に入った、このシリーズ。早く次のも出してほしいね。さ、あ、これがイベントだろ。絶対そうだ、ほら。24番でしょ。やっぱりそうだ。23番と24番が確実にイベントカード。これもう間違いない。やっぱりそうだったな。番号か。これはあの、全員集合のやつは、ビジュアルカードだね、これ。これはビジュアルカード。28番だったから。で、あとは23番。23番が、イベントカード。イベントカードもう1で、コンプリート。まあ、イベントカードは2種しかないから、余裕でコンプしよう。余裕でコンプ。余裕でコンプできる。で、1枚くらい何か、なかなか出ないのが来そうだから、それ、あ、これ絶対イベントだわ。イベントカード2回連、え、すごくね。これ絶対イベントっしょ、もう。もうデザインがほら、イベント23番。来たー、来たー、え、すごくね、これ。え、待って、地味に奇跡かもしれん。23と24。これ奇跡ミラコ入ってない。レベルマックス外伝。奇跡ミラコ。奇跡ミラコレベルマックス外伝入ってるよね。イベントカードダブル連チャンできた。23、24。やばっ、めっちゃ運いい。こんな運いいことめったにねえのに。すげえ、ビジュアルカ、イベントカード全種類コンプリート。あざす、ビジュアルカードじゃない、イベントカードね。イベントカード全種コンプ。よっしゃ、これもうコンプ余裕だ。200個目でコンプいけっかもしれない。ていうか、なかなか被んねえしな。
来た、ジータちゃんかわいい。レスラーのジータちゃんのカードとかも出ないかな、レスラー。レスラー好きなんだよな、レスラー。もっとむっちりしててほしかったよね、ストーリー。よし。1,2,3 揃った。この二人やべえな、激顔じゃねえか。めっちゃ激顔だよ、デザインずるいよねこれね、激顔。あとアバターをさ、もっといじくれたら楽しいよね、グラブルね。あのブルースキンガールにBSG にできたりしたらさ、もうカスタマイズ、いやもうできたら最高だったよな。目をさ、こう反転目にできたりとかしたらすげえ、あのもっと最後アバターとかいじくれるようにしてくんないかな、めっちゃ楽しいんだけど。お、ベイン来たね、ベイン。さっとベイはね、あのパッケージ、あの箱の横にいたから、いるのは分かってたし、あのラインナップもさっき見たから、まあベインね、ゲットコーディネート。まあいるのは分かってんだけどね、ラインナップ全部見たからさ、さっき。よし。あとグリアも単体欲しいよな。絶対可愛いもん、これ単体のさ、あの超スペシャル仕様でキャッキャのカード、キャッキャになってるやつ。楽しみすぎる。まあ、次で出るでしょう、次で。お、ベアゼタじゃねえか、ベアゼタ。やったぜ。これあのビジュアルだね。間違いなく。25よかした。あ、25だ。25番のカード。ベアゼタ。あとベアが単体あるから18番ゲットしなければ。いや、ベア出ねえかな、この箱で。あと、ナルミア来ねえな。やっぱナルミアかな。ラスボス、ナルミアちゃんになりそうな気がする。ナルちゃんになりそうな。おー、ルシオだ。さっと。イケメンすぎる。サンダルフォンと並べたくなるね。めちゃめちゃかっけえ。すげえかっけえな。あと、ベリアル、ベリアルとかもな、ベリアルシークレットで入ったら最高な展開だったのにな。シークレット、ベリアルでさ、おお、マジかみたいな。すげえ熱い展開じゃん、これ。まあ、シークレット次回とか作ってほしいよね。シークレット枠あるとやっぱりね、オイゲン。ザン。男。ダンディ。溢れ出るダンディスメ。オイゲン。すげえ、めっちゃかっけえな、肩。いい肩してるよな。まあ、筋トレ好きのやつはみんな親友だからね。この世の筋トレ。だからすげえ嫌いなやつでもさ、いや、趣味筋トレなんすよって、お、マジでってなるもんね。なんかもう嫌いでも好きになるよね。やっぱ趣味が合うって神なんだよな。あ、来た、これ絶対27だ。27。うわぁ。やっぱ全員集合カードいいな。俺この仕様も結構気に入ったわ。全員集合28と絶対27だよね。27。ほらな、27。めっちゃいい。あとグリア、グリアな、単体欲しいな。もうめっちゃいいわ。こういう人外系のキャラすげえ好きだから、ちょっとたまらんよね。人外マニアには、ちょっと人外マニアにはちょっとたまらんという。よし、あと、そうだ、これでラスト。ラストはこれで、ワンボックス目は最後なので。よし、行くか。これウェアと前回のと、やっぱ違うのかな。前回のウェアスマジうまかったんだよな。あの、ツインウェアスのやつ。ちょっとウェアスみたいね。あ、普通のやつだ。普通のウェアスだ。普通の。で、マジ来ちゃった。ワンボックス目で来ちゃった。いや、あの、ラスボスと言ってもこれは過言でもないよ、これ。うわ、かわいい。いや、結婚してくんねえかな、マジで。すげえな。ナルミアちゃん、マジ。え、マジで次元違えんだけど、かわいさの。めっちゃかわいい。日向ぼっこ。うわ、鍛錬。うわ、鍛錬。うわ、一緒に鍛錬してえな。でも、俺の鍛錬はすげえ厳しいぞ。ついてこれっか、ついてこれっか、ナルミアちゃん。ナルミ、いや、そういう一緒に鍛錬を共にして、芽生えていくんですよ、そういうのが。ほほほほ、たわねえ。おそらく、この箱でコンプいけんな。余裕でコンプじゃないこれ。あと、つうか何、あ、確かにはよかった。あと、いや、でもまあ、わかるから大丈夫でしょ。行きましょう。さっと。とりあえず、あ、待ってね。ナルミアちゃんが見えない。ナルミアちゃんがね、見えない。行きましょうかな。とりあえず、ベア出さないとね。18番のベアを出して、うお、一発目から被ったけど、うわ、被っても嬉しいとかすごいよな。いや、もう何枚来て、うわ、かわいいなぁ。いや、でもアルルメイヤも好きなんだよな。アルルメイヤも、でもナルメイヤだよな。いや、でもアルルメイヤも可愛いからなぁ。シャルも、もうみんな可愛いんだけどね。いや、でも、そんなもんはさ、あ、いや、当たり前だろってな。そんなもんみんな可愛いんだけどさ。いや、でも自分の推しキャラを一人に絞るとなると厳しい展開になってくる。あ、ビール。ちょ、やばい。かぶり事故入るかも。まあ、でも、あと少しだしな。うん、コンパあと少しだし、まあ、かぶるよねっていう。まあ、かぶりますよ。これも予想通り、いつものパーティーンです、このね。いつものパーティーン。これはもう余裕でかぶるから、うん。あとはもう、かぶりカード補充ですよ。かぶりカード補充とウェアース補充ということで、今回もクッキングする。お、遠い2枚目、クッキング。前回チョコエッグのさ、あの動画の最後でクッキングしたんだけど、なんか別枠で撮ってほしいというね、リクエストがたくさんあった。あ、別枠で撮るかな、ウェアースクッキング。で、あの、え、てか別、あ、カリオストの2枚目、やったぜ。
別枠で撮った方がいい、それともさ、この動画の最後にさ、動画の最後にクッキングした方がいい、まあそうすると結構長くなるけど、あの一つの動画が別枠にすると短くなる。やべ、かぶりまくるな。一番、つかベア来ねえぞ。ベア、ベアの単体欲しいんだけど、ゼタと並べたいんだよな。ベアの単体がゼタ、やばい、かぶりコンプむずいんじゃないこれ。コンプ結構、まあでも4箱でいけるでしょ絶対に。コンプ、あ、やばい、この被り率は半端ないこと。うわマジで。でもナルミは来てるからな、ラスボスが来ちゃってるから、まあ簡単にあとは大丈夫じゃないか。やばいマジで。え、1枚まだ来てない。ニューカードが、ニューカードが、新カードが1枚も来てない。さ、やばい。え、嘘でしょ。右半分終わってたんだけど、次左、左、あ、ナルメちゃんが見えない。ナルメちゃんが、いや、ゾーイとナルメちゃんやべえな、異次元の可愛さだよな。やばいわ、あのキャラデザ。てかキャラデザした人天才じゃね、あのキャラデザ。もう神だと思うわ、あのキャラデザ。ジータちゃんも可愛いしな、もうキャラデザ、もうデザイナーもう神だわ。すげえ、もっと可愛いキャラたくさん作ってほしいね。あとカード出して、カードとかフィギュア出してほしいよ、どんどん。やべえ、ワンボックス全部被るという待って待って待って、これあるよ、ワンボックス全部被るっていう。え、ベア来ない、絶対ベアは来てないから。まだコンプじゃないんだよ、間違いなく。ベア来てないからね、ベア間違いなく。え、18番のベアが来ない。あとラカムも来てないしね、20番。ランスロットも来てないし、来てないのたくさんあるんだよね。え、まだ結構あるのに来てないの、マジで。こんな200個目全部被ったらちょっとプレッシャーかかってくる。3箱目からプレッシャーかかってくる、やべえ被りまくってる。まあでも被っても嬉しいけどね、全然。あのカードとウェア補充できるから全然嬉しいんだけどさ、被りカード全然いいんだけど、ちょ待って、つか種類少ないよね、全部で28種類って少なくね。50種類ぐらいにしてほしいんだけど、あ、そうすると2段とかでネタなくなってくるのかな。次、紙カード2枚目。いやもう何枚来てもいいわマジで。いやほんと何枚来てもいいわ、めっちゃ。いやマジ可愛い、ずるいこれ本当にまあピンク髪でとんがり耳で、もうドストライクだよね。だってピンク髪で、ね、ピンク髪でさ、とんがり耳って俺のドストライクゾーンをさついてくるから、もうこれずる、もうずるいよな、これ半端なくずるいという。やばい、完璧にやばい、完璧。ワンボックスに2枚入ってるのかも、あのイベントカード。そうか、そういう仕様、さっき連続で来てめっちゃ興奮してたけどさ、普通に入ってるのかもしれない。さ、キャタリナさん入りましたね、初カード、あざす。カタリ、いやいいね、このあのカタリナ様のさ美声で罵られたいよねマジでね。ナンバー9、やっと入ったわ新カード、よかった、マジありがとうございますキャタリナ姉さん。よし、でラストは通貨1枚しか、まあでもね、地獄は抜けた、全部被るっていう、ワンボックス全部被るっていう地獄は抜けた。もうそれだけでもでかい。ラカム、すげえ、カタリナ、キャタリナさんとラカムダブルで連続できた、初カード。よっしゃ、つかベア来ねえ、ベア全く来る気配ねえんだけど、これ大丈夫か。あと200個しかないんだけど。っていうかベアだけじゃなくてまだ来てないのあるよね。ランスロットとか来てないし、パーシバルも来てないもんな。パーシバル絶対いるからね、横にいるし。あとジークフリートも来てないし、やべえ、コンプ結構むずいかもしんない、このシリーズ。大丈夫か、コンプできるよな、絶対今日でコンプしたいんだけど。イオちゃんも来てない、イオちゃんも、よく考えたらイオちゃんも来てないし、やばいんだけどこれ、普通に考えて。大丈夫かな、めっちゃ怖い。ジャンヌも来てねえしな、ジャンヌ。おっと待って、これ戦いになってきてない、戦いになってきてるよな。よし、この箱で決めよう、この箱でコンプ決める、絶対に。この箱でコンプいったるぜ、この箱コンプ。さっ、まあ、一発目重要なんだけど、可愛いから全然 OK っす。可愛いからそれだけで OK っす。もう全然可愛いから。ちょ、待ってくれ。でもちょっと焦っている。うん。いや、正直かなりだね。ちょっとじゃねえな。かなり焦っている。ちょ、待ってくれ。いや、もう初っ端大事なんだけど。初っ端で1枚は埋めたいんだけど。頼む！うわ、マジで。ベア来ない！ゼタたくさん来るのに、ゼタ3枚目。ゼタ3枚来てるけど、ベアが1枚も来てない。ベアトリックス、レア枠なんかな？マジでか、来ない。いや、ベアトリックス水着も出ないかな。水着ベア。これ水着じゃないよね、確実に。確実に水着じゃないよな。水着ベア最近めっちゃ使う。もう超強くね。超強くて可愛いというさ。うん、これもう最高じゃないか。もうバカ野郎、お前、この野郎。可愛くて強いって最高じゃないか。やべえ、来ねえ。本当にやばい。ちょ待って、めっちゃ焦っている。
もう言うわ。すげえ焦ってる今。ちょっと待って、コンプできないとかないよね。え、待って、怖いんだけど。そう、来て、お願い。右半分でせめて1枚は来て。じゃあ1枚は。マジで、本当に来ない。冗談抜きで、やばい。あとワンボックスしかないからね、これ終わったら。え、嘘だろ、冗談じゃねえぞ。コンプできねえとか、おふざけんねえ、マジで。え、嘘。いや、まだ売ってるかどうかわかん、イオちゃん入りました。よっしゃー、一枚一枚が10。いや、イオちゃん、かわいすぎだろ。ツインテレ、この肌の色、健康的な肌の色、褐色、もう褐色フィーバーだよな。もう世界は褐色に満ちている。素晴らしいわ。めっちゃ可愛い。嫌いなもの、おっさん。終わったー、終わったー。いや、いいんだよ、別にさ。罵られてもいいんだよ、しょうがない。おっさんだもんな、俺はもうおっさんなんだよ。若い時代は終わったんだ。しかしながらだ、大丈夫だ、俺には筋肉がある。大胸筋は裏切らねえ。いくぜ、さん。やべえ、マジやべえ。ちょっと待ってくれ。イオちゃん来たけど、イオちゃんから流れに乗りたかったんだけど、流れに乗れないんだけど、ちょ待って、ダラメ。やべえ、ダンディズム来た。いや、俺これを目指すから。俺もこれを目指す、ダンディズム。かっこいいじゃねえか、お前。おじさん舐めんねん、おじさん超かっけえじゃんか、マッチョおじさん。もう俺はこれを目指すよ。無理だけど、慣れないけど、多分。おいいよな、いかつい顔って羨ましい。俺なんでこんな甘い顔してんだろう。なるべ、3枚目来てる。なるべ、神回じゃん。普通に神回コース入ってるんだけどさ、大好きななるめちゃんが3枚。神回なんだけど、コンプできないという展開になるかもわからんね、これは。いや、これわからんよ。そういう展開になるかもわからんよ、これは。え、マジコンプできんかったらマジすまん。キャタリナさん、やっと2枚入りましたね、キャタリナさん。もう可愛いし、声もさ、もう声がね、キャタリナさん。もうキャタリナさんの声とさ、シルバーの声がね、まあシルバー姉さんの声、いや、でも一番、声はやっぱシルバー姉さんかな。シルバー姉さんの声もあれ、国の宝だわ、あれ。ほんとすげえ。ラカムね。なんか、キャタリナさんとラカム続かん？さっきもそうだったよね。何？なんだよ。なんだよ。ちょっと。待ってくれよ。コンプマジでできねえんじゃねえの、これ。あるわ。うん、コンプできないパティあるわ、これ余裕で。だって出ないもん、マジ。嘘だろ。こんな厳しいの。ジググリ来た、よかった。ジググリ、ありがとう。来てくれてありがとう。よかった。来た。ジークフリート来た。やった。趣味、稽古。いいね。好きなもの、瞑想。いいね。嫌いなもの、口だけの人間。いいね。たまらんで、ね。ジークフリート。ナンバーや。12。ナンバー12のジークフリート、ようやく来てくれました。はぁ、よかった。マジ、ドキドキ半端ねえわ。あと、パーシバル。ランスロット。ナルミアタ。まあ、いいや、後で直すか。ごめん。ナルミアタ。倒れちゃった。当たっちゃった。タロさん、さんつか、ベア来ねえんだけど。絶対ベア水着じゃない。やっぱこのベアだと思う。普通のノーマルのベアだと思うんだけど。え、とか言って水着ベアだったらどうしよう。フェイントで。フェイント。最高。死ぬるな。それはそれで死ぬるんだけど。とりあえずベアが来てくれないと。よかった、来た、この箱で。いや、この箱で出たのはすげえでけえ。この箱で出たのはすげえでけえ。よっしゃ、めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛い。あ、やばい、めっちゃ可愛い。ベアの可愛いっつ、これずるいだろう。ほんとデザイナー神だろう。ベアトリックス。やった、来た。お菓子一緒に作りてえな。素晴らしい。のし上がること、いいね。功績手柄、いいね。絶対キアは親友になれる。いや、親友で終わるかもしんない。親友で止まらなきっと。よし、そして。すげえ。これでラストはもうないから。うわ、ラスト。マジでか、俺2ボックスでコンプできるとか甘い考えしてたけど、これ全然だわ。調子に乗ってた。やばい。全然ダメだ、これ。はぁ、最後。パーシバルかランス来てほしいな。エッセル最高。ということで。ラストの箱になりました。まさかここまで追い詰められるとは。残すところはジャンヌ13番のジャンヌと、あとパーシバル17番のパーシバルと21番のランスロットの3枚だよね。3枚でコンプだよな。うわ、マジでか。結構際どい感じになったね。いや、でもいけるわ。あと3枚だし、多分この箱でゲットできるでしょう。まあ出ないっていうことはないって、絶対に。パーシバルここまで来る。
お前マジか、強えな。ラスボスじゃねえか、お前。お前真の隠れラスボスだったな。まさかここまで苦戦するとは思わなかった。結構きついな。よかった、4箱買って。4箱でコンプできる。絶対に間違いない。これ4箱でちょうどいい感じだったわ。いや、もう、これ、もう予想通り4箱でちょうどいいと。4箱で余裕でコンプ。一発目重要なんだけどな、一発目頼むって。あと19。あと19分の3。うわ、マジ頼むぜ。キャタリナさんね。やべえ。ランスロット頼む。パーシバルと。ジャンヌ絶対出してんだけど、マジ。ジャンヌ。ジャンヌは絶対に出すぞ。やっぱキャタリナさん、マジでか。もう決まってんだわ、並びこれ。キャタリナさんの次、ラカムなんだけど、さっきも、つか3回続いたもんね。3回続いたってことはマジでも番号バロなのにね。ここからが勝負だな。ここからが勝負。よし、行くか。決めるぜ、コンプリート。いや、もうコンプしないと意味がない。ここまで来たんだからコンプしないと意味がねえ。コンプしないと意味がねえ。来い。よし。強え。いや、でもね、強い方が楽しいじゃん。なんでもゲームもさ、難しい方が楽しい。タイマンだってさ、強いやつとさ、殴れ合いした方が楽しいじゃん。その後一緒にさ、あの喫茶店行ってジュース飲んだりさ、そっちも楽しいじゃん。絶対強いやつの方が、イオちゃんね。素晴らしい。かわいいね。イオちゃん。最高。イオちゃんが来ましたと。やばい。はぁ、マジで。嘘でしょ。4箱でコンプできない。結構きついんだなぁ。グラブルウエアス。わかった。次回からは、ほんとあれだわ。もうちょっと、6箱ぐらいいるってことがわかったな。コンプするには。コンプするには6箱ぐらいいるんじゃないか。確実コンプ目指すのであれば。もう全く来ねえ、もう。出にくいカードってあるのかもしれん。これもしかしたら、パーシバルとランスロットとジャンヌがちょっと今回、まあたまたま出ても被り嬉しいな、ベア。ほんとかわいい、ベア。まあ最高だわ。ベアのヘソ出しルックのこの衣装もいいよね。なかなかここまで苦戦するとは思ってなかったからな。結構傷ついている、ちょっと。ここまで苦戦すると思わなかった。マジでか。頼むぞ。うわ、強えな。嘘。こんなはずら、右半分がこれで終わり。あと、左半分の10パックで3でしょ。まあこれ多分もう出ないわ。右半分とか言って出たりしたら、もう最高なんだけどね。頼む、来てから持ってないの。しゃ、よし、繋がった。首の皮1枚繋がりました。よっしゃ、来たランス。やったラズロット来たー。最高だわ。最高の展開になるかもしれない今日。神会中の神会に、なんだこの盛り上がりは。来てるぞ、あと2枚。ジャンヌと、パーシバルで、コンプリート。よし、繋がった、繋がった。よし、来た。ラスト10で2。10で2。はぁ、10分の2。5分の1。5分の1だ。大丈夫だ。5分の1のペースで出していけば、もう全然余裕。いや、いける。確率は高いよ。だって、5分の1だもん。高い方だと思う。ただいや、白紙、一枚一枚がやばいこれ。もう一枚一枚が打撃。超絶なるボディーブロー。体重150キロぐらいのやつのボディーブローだ。これやばい。やばい。効く。さすがに効く。そこまで体重あるとさすがに。おぉ！マジで？パーシバルの兄貴。兄貴！兄貴！年下だけど兄貴来たー。おぉ、パーシバルだ。やった、兄貴来た。やっと来た、パーシバル来た。あと1枚チャンネだ。戦いになってきている。やばい、これまでにない戦いになってる。鼻、心臓がドキドキする。なにこれ、トレーニングよか疲れんだけど、トレーニングよか。絶対に、絶対に決めるぜ。ラスト一周、ラスト一周。頼むぞ。ああ、もう目がしばしばし。ああ、頼むぞ、ほんと頼むぞ。ジャンヌ。ジャンヌ1枚が残ったか。ジャンヌ1枚が残るなんて思ってるのは13番だよね。
バターたっぷりの甘いクッキー。ナンバー13、13のジャンデタルキ、そっと置いて、そっと置いて、やっとコンプリートだ、やっとおめでとう、やっとやっとコンプリートできた。まさか連続で来るなんて、パーシュマルからの連続で来るなんて、やっぱギリのコンプ、超ギリギリのコンプリート。4箱でギリだから、次回から確実を狙うのであれば6箱いるわこれ。安心を買うのであれば、安心とかぶりカードとウェアスを買うのであれば、6箱いるなこれ。うわ、やったコンプリートだ、よっしゃー、よかった。うわ、いやでも残りちょっとまだあるからさ、全部開けちゃってゾイということで、全種並べるか、せっかくだし。ほんと弱ったわ、もう安心した。もうめっちゃ被ったけどさ、これだけ被ったけど、コンプすんのめちゃめちゃ、ワンセットコンプ、ワンセットのみのコンプ、あんなに被ったのに。コンプ難しいなこのシリーズ、めちゃめちゃ。いやでもね、コンプする価値ある、めっちゃかっこいい。イケメンはイケメンだし、美女は美女、めちゃめちゃカードデザインいいな。これ全キャラ出してほしいよ、次の段も楽しみだね、次の段。いやマジ早く出してほしいな、第2弾早く。ガンダゴーザとかも欲しいしな。いやでもやっぱナルミアとかまた来てほしいね。あとクビラー来てほしいな、ゾーイと並べたいから、めっちゃ楽しい。もう一回さ来てほしいよね、ベアトリックスとかさ、水着のやつとかさ、あの出たキャラでもまた出てほしいよね。ジャンヌも全種類欲しいし、ジャンヌもたくさん欲しいし。いや、楽しみだな。あと、エッセルだな。ちょっと楽しみなのは、エッセルの単体。エッセルの単体とか絶対もう、これもう絶対ゲットする。もう、超えるな。ハゴロモギツネ。今回ね、美女カードランキング、ランクイン、もう、ナルミアちゃんとゾーイかな、やっぱり。ナルミアとゾーイはランクインするな、美女カードランキング。もう余裕のランクインと。1位はやっぱハゴロモギツネかな、変わらず。それでは、また次回、次のグラブルウェアスでお会いしましょう。なんとかコンプ、これね、コンプするのは心していった方がいい。これかなりきつい。コンプかなりきついわ、このシリーズ。でもね、その分、楽しい。やっぱりコンプできた時の感動と興奮が半端ねえわ。ありがとう。これで心置きだけトレーニングに。